はい、こんばんは、タカです。今日もゴードルがすごく元気ですよね。しっかり動いてると思います。大きく動いてはいますけども、トレンド通りですからね。特に複雑な動きをしているというわけではないと思います。ですから、トレンド通りついていけるかどうかというのが一つのポイントにはなっていそうです。今日は金曜日ということもありますので、週足なんかも意識ということになりますね。そのあたりは朝の動画でも触れてますんで、確認をしていただきたいなと思います。あとは今夜の雇用統計ですね。この動きによって少し大きな動きが出てくるかもしれません。この動きによっては判断の方もまた変わってきそうですんで、注意が必要だと思います。では今日の動き見ていきたいと思います。こちらがドルインデックス、1時間足に日足を重ねています。まずは環境からですけども、もうレンジ相場の継続ですね。少し上の方に抜けていますけども、この動きに関しては僕はもう抜けていないと今は見ています。今のところは少し行き過ぎた動きだったという判断ですね。ブレイクと見てもいいと思うんですけどね、上昇トレンドで見てもいいと思いますけども、結局はもう昨日の動きですね、押し安値を割ったことで、この上昇トレンドを見ていた場合にしても、もうサポート割れてますからね、この上昇を継続して見ていくことはできませんので、現状僕はもうこのレンジ相場を継続して見ていけばいいんじゃないかとは思っています。ただ今日のドルの動きですね、雇用統計でもしかしてドルがバンと買われるような展開になってくると、またちょっと状況の方もわからなくなってしまいますんでね、大きな動きが出た際は再度こういった大きな環境から、チャートの把握はしっかりしてはいきたいです。現状はレンジ相場、そしてレンジ上限から売りは入ってきてますから、目標はレンジ下限ですね。このドル売りの流れを見ていきたいとは思います。はい、こちらが通貨の強弱チャートになります。今日も5ドルが本当に元気ですね。いや、本当に強い動きだと思います。ただじゃあ難しい動きかと言われると、そういうわけではないと思うんですよね。今日だけの動きではないですからね。もうずーっと5ドルに関してはトレンドが出ています。このどこかで売りを誘うような動きになっているんであれば状況もまた違うと思いますけどもね、ずーっと買われてますからね。特に逆張りなんかをしなければね、難しい値動きではないかなと思います。あとはもう高値圏だから様子を見たいと思うか、高値だけでもしっかりこのトレンドについていこうと買いを見ていくかというところになってくるんだと思います。そして他の4通貨に関しては今のところも全く動きがないですね。これはもう今夜の雇用統計を睨んだ動きということになっているのかもしれません。今から何かを期待するというのはもう難しいように思いますんでね、直前にまた動きもあるかもしれませんけども、あとは雇用統計を迎えてどう動くかというところに注目は集まっているんじゃないかとは思います。ですから環境流れとしても昨日から変わらずですね、ドルが円が弱いというのも今のところは環境何も変わっていません。そしてこのドルと円が同じように動いてしまっているがゆえに、ドル円は全く動いていない、こういった環境も変わっていないですから、本当に今のところは見ているポイントというのは全く変わらずですね、このまま雇用統計を迎えて、そして環境が変わるかどうか、そこに注目をしていくことになると思います。はい、そしてこれが日経平均の CFD、 4時間足に週足を重ねています。普段夕方の動画ではこの日経平均は触れないんですけどもね、すごく大きな動きをしていますんで、まずこれの環境だけでも見ていきたいと思います。日経平均はこれ週足を見ていくとずっと下落トレンドが見えていて、この環境があるから僕はこの日経平均なかなか買えないという話を朝の動画でもしたと思います。この環境は今も変わっていないんですけども、短期的にはすごく上昇トレンドが出ていますからね、今すぐ売るのは難しいという話をしていたと思いますけども、今日もすごく買われてるんですよね。朝から見ていくとも800円近い上昇になってるんですかね。その結果、週足の戻りの高値まで迫ってきています。29,200 円前後。まだブレイクはしていませんけども、もし僕が買っているんであれば、もう利食いのポイントというところになってくると思います。このあたりは攻防出やすくなってくるんじゃないかなと思いますけども、今夜雇用統計なんですよね。何かしらきっかけで再度買いが入ってきたりもするかもしれません。そうなると重要な壁を抜けてくることになりますんで、こうなると日経平均は簡単には売れなくなってしまいます。今日の終値は大注目になりますし、短期的にもトレンドが出てますからね、来週もこの高値を抜けるかどうかというところに注目をしていくことになると思います。日経平均かなり強い買いが入ってきてますんで、この環境の変化は注目はしていきたいです。はい、変わりましてこちらがドル円の1時間足日足を重ねています。一方でドル円に関しても話すことが本当にないですね。小さなレンジ相場になっています。値幅にすると30ポイントほど、これも2週間近くにわたるレンジになっていますけれども、全く決着がつきません。さらに言ってしまえば、この外には大きなレンジがまだ控えてますからね、ブレイクしたとしてもまだレンジです。これもドル円にとってはすごく悩ましい動きのようには思います。そしてこの小さなレンジができている場所、大きなレンジのど真ん中、真ん中にはこの110円が走ってるんですけどもね、この110円に絡む動きということになってるんだと思います。もうこういった環境が続くうちは全く手が出せないですね。やっていくんであればこの小さなレンジを意識したレンジトレードということになってくると思いますけども、あまりこういった小さな値動きを見ていく必要もないのかなとも個人的には思ったりもします。
一昨日みたいな動きもありますからね、ブレイクの騙しみたいな動きにもこれは要注意ですし、そもそもがレンジ相場ですから、こういった騙しみたいな動きも出やすい環境でもあると思います。ですからトレンドを見ていこうと思えば、せめて冷やし一本、まずはしっかりブレイクという形を見せてもらいたいですね。いや、話はそこからかなとは思います。もうそういった流れが出てくるまでは、もうドル円は僕はもう様子見でいいんじゃないかと思いますね。無理にトレードしていく環境ではないと思います。まあ、今日こういう時ありますからね、こういった何かしらのきっかけというのも必要かもしれませんね。値動きに期待はしたいとは思います。はい、変わりまして、こちらがユーロドル、1時間足に冷やしを重ねています。ユーロドルなんですけども、冷やし、まあ、少し高値抜けたんですけどね、今日に関しては少し潰されています。上値ちょっと重いですかね。ただ環境としてはもうすごく強い上昇トレンドが出ています。直近高値も抜けてきていますから、今はこの強い上昇トレンドを見ていくことになりますね。仮に流れが止まったとしても、次は押し目買いを見ていきたい。本当に強いトレンドにはなっていると思いますから、今はこの上昇トレンドを見ていくことになりますね。今夜もこの高値更新をしっかり見ていくことになります。もう完全にドル安の流れに乗っているという感じはありますよね。ただし、今日に関してはこれまだ高値更新してないですから、今夜こういう時もあります。もし仮に流れが止められたとしたら、はい、こちら4時間足に週足を重ねています。現在地を見ていくと、週足流れを止められやすそうな場所ではありますよね。この週足は今日ということになりますから、今日流れが止まってしまうと、まあ嫌なところで止まったなといった感じは出てきます。今はまだ直近で流れがすごく強く出ていますから買えるんですけども、こういった形で上値が重くなってしまうと、一気にこういった戻りの高値なんかを意識されてくることになりますからね。そうなると簡単には買えなくなるんですよね。この流れの変化というのは神経質には見ていきたいです。今日も冷やし見ていくと、一回高値を抜けたんですけども潰されてますよね。少し上値の重さなんかも見えています。はい、こちら15分足に4時間足を重ねています。短期足を見ていくと、強い上昇トレンドは見えていますけども、今日に関してはもう流れが止まってるんですね。調整局面、4時間足を見ているところ安値を更新し続けてますからね。今ここに枠を囲ってますけども、もしかしたらこれは時間調整ではなくて値幅調整になってくるかもしれません。まだサポートがはっきり見えてないんですよね。こういった流れの変化は神経質に見ていきたいです。ユーロドルはすごく強いトレンドが出ていますからね。今日に関しては僕も買い目線で相場の方は見ていくことになりますけども、流れが止まってしまったら売りが出やすい環境は、これは上位足を見ていくと確かにあります。週足はここ戻りの高値がありますからね。流れが止まった際にどうしていこうかというのは、これはある程度事前に考えてはおきたいです。はい、変わりまして、こちらがユーロ円、1時間足に冷やしを重ねています。ユーロ円もチャートはすごく強いですね。直近高値抜けてきています。この V 字の動きがやっぱりポイントになってるんじゃないですかね。ショートを完全に捕まえた格好、現在はこれ踏み上げ相場になってるんじゃないかとは思います。ただこれはもうたびたび動画でも言ってますけども、このブレイクするための足場がない点、これがどうしても僕は引っかかってしまいますね。ですからこの130円、ここは大きな壁になっていたと思うんですけども、現状のこの流れというのはこの壁を感じさせない、すごく強いトレンドになっています。まあそれだけトレンドが強い、チャートが強いということではあると思うんですけども、問題はこういった流れが止まってしまった時ですね。抜くために足場がなかったわけですから、調整が入った時にはこの足場というのはないかもしれません。そのままスコンと抜けてしまうような展開というのも、これはもう抑えてはおきたいんですよね。通常はこういったね、持ち合い相場やレンジ相場というのが出てくると、そういったところが抜けた後には壁になりやすかったりもします。ですからまあ壁を見ていくのはすごく大事なんですね。抜けた後もこの壁はサポートになるかもしれない。だから押し目買いを見ていくポイントにもなったりするんですけども、そういったポイントがあるかどうかも現状ではわからない過去になってますんで、今まで強かったから押しが入ったらとりあえず買ってしまえでやってしまうと、この押しというのは下の方に抜けてしまうかもしれません。中途半端な押し目買いは怪我をする元になるかもしれませんから、ユーロに関してもこの流れが止まったらの部分はしっかり神経質に見てはいきたいです。そして今日の動きなんですよね。日足を見ていくと、高値こそ更新していますけども、現状潰された形にもなっています。まだまだ日足は閉じていません。あと半分残ってますからね。どうなるかというのは分かりませんけども、このような形で今日閉じてしまうと、流れが一旦止まることになります。そうなると次のこのサポート探しというのは慎重になるべきポイントかなとも思いますんで、ユーロ円に関しては今日のこの動き見る限りは少し慎重には見てはいきたいですね。はい、変わりまして、こちらがポンドドル、1時間足に日足を重ねています。ポンドドルもすごくいい環境になっていますね。サポート割れた強い売りのトレンド、これは V 字に戻しています。この動きはまあ共通ですね。ショートを捕まえた格好になっていますけども、これ以降の動きがポンドは全く違います。まずはしっかりここに壁が見えた点、
これはポンドドルだけではなくてポンド円もそうでしたけども、ここ何週間かはこの上値にすごくしっかりした壁が見えていました。これがあるからなかなか買いづらかったんですよね。何回か上を試しても落とされ、試しては落とされという形にはなっていましたけども、昨日ですねようやくブレイクしてきました。上の壁がなくなってますからね、強い上昇トレンドを見ていける形が見えてきてしまってます。見ていきたいのは今日も日足の高値更新ですね。戻りの高値、こういったのも当然意識はされてくることにはなると思いますけども、現状はもうトレンドが出ているこちら優先ですね。高値更新を見ていきたい。上値の重さとかこういった壁とか、そういったものは一旦流れが止まってから考えていくべきポイントだと思います。目線はロングということで、ショートを見ていくようなタイミングでは今ないかなと思いますね。踏み上げ相場といった形になっているようには思います。こういったショートが苦しんでいる状況でショートに加勢する人というのはないと思うんですよね。苦しんでいる場合はそれとは反対の勢力につく方がいいように思います。特にポンドに関しては昨日抜けたところですからね、ポンド買いには要注意ですね。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に日足を重ねています。ポンド円もポンドドルとチャートはもう変わらないですね。下落トレンド、これもサポート終わってますから強い売りにもなってしまいました。ただこれに関しては V 字で戻しています。ここまでの環境は他の通貨と変わらずですね、ただポンドに関してはこの後すごく大きな壁が目の前にできてしまいました。ポンドに関して151円の真ん中あたりですかね、壁になっていましたけども、昨日ですねこの壁をしっかりブレイクしてきています。この動きによって上昇トレンドが見えたことになりますから、今日もこの高値更新を見ていきたい環境ということになってきます。目線はロングということになりますね。波の起点までの上昇というのはこれはもしっかり見ていくことになってきそうです。雇用統計なんかもありますからね、そういった大きな注文で流れの方がぐっと変わってしまうようなことももしかしたらあるかもしれませんけども、現状はもうしっかりトレンドが見えていますからね、こういった環境にあまり逆らいたくはないですね。すごくショートが苦労しているチャートになっていると思います。ショートの踏み上げ相場ですね、こういった環境でショートを助けるような行為というのは必要ないと思いますんで、目線はロングで見ていければいいかなと思います。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、1時間足に日足を重ねています。5ドルがもう本当に強いですよね。サポート割れた強い売りのトレンド、だけどもこれは V 字で戻しています。ここまでは他の通貨と環境変わりません。ショートを捕まえたといった形になってますね。ただこれ以降5ドルは全く流れが止まっていません。延々上昇トレンドが継続しています。上昇トレンドが継続していますから今日も日足の高値更新を意識していくことになりますけども、もうすでにしっかり高値を更新してきています。朝の動画でもこれ触れたんですけどもね、直近高値に面合わせまで来たんですよね。ですから流れが止まりそうな場所ではあるんですけども、ただもちろんこちら優先ですね。現在のトレンド優先で見ていきますから、現状全く流れが止まっていない、こういった環境で戻りの高値、上値の重さ、そういったものは意識していく必要はないかと思います。もうかなりちょっと伸びちゃってますからね、この位置からロングをしていくかどうかは別問題として、目線としてはやっぱりロングで見ていくことになりますね。ですから例えば雇用統計で潰されたみたいなことになってしまえば、こういった戻りの高値なんかを意識されてくることになるんじゃないかとは思います。そういった動きなんかが出てくればね、高値なんかも意識しながらショートの場面というのを探していくのも全然ありないように思いますけども、今のこの相場というのはショートがすごく入りやすい相場、戻り売りがすごく入りやすい環境なんですよね。そういったショートを捕まえて踏み上げている相場になりますんで、この環境でショートをしていく必要はないかなとは思います。今日に関してはもう一つの決着がついてしまったように思いますんで、下で買っていなければちょっと今のこの位置からやれることは少ないように思いますけども、ただ目線付けとしてはもうロング目線で変わらず相場の方は見ていくことになりますね。全く売れる環境には今はなっていないとは思います。はい、変わりましてこちらが5ドル円、1時間足に日足を重ねています。5ドル円も5ドルドルと環境は全く同じです。サポート割れた強い売りのトレンド、これは V 字で戻しています。ここまでは他の通貨と環境が一緒ですね。ショートを捕まえた、これ以降は本当に強い上昇トレンドになっています。日足がしっかり高値を更新してきてますから、今日も高値更新を見ていきたかった、そんな環境で今日はしっかり高値を更新してきています。5ドル円も戻りの高値なんかはこれ意識されてたと思うんですよね。81円の40付近、ただこういった壁というのは流れが止まってから考えていけばいいと思います。今はこちら優先ですから、上昇トレンド、このトレンドの継続を意識していけばいいかと思いますね。ただこの現在地もかなり伸びきっちゃってますんで、この位置から今日ロングをしていくかどうかというのはこれはもうちょっと別問題になってしまいますね。この下の方サポートからロングしていればね、余裕を持って相場の方は見ていられると思いますけども、今のこの現在地からやれることはすごく少ないと思います。ですから5ドルと環境は一緒ですね。もう上昇トレンドを見ていくことになりますけども、ただ今夜は雇用統計があるんですよね。もしかしたら流れによっては潰されたみたいな大きな動きもあるかもしれません。そういった潰された動きなんかが見えてしまうと、こういった戻りの高値なんかを意識されてくることになると思います。急激に今度は買えなくなってしまいますんで、
こういった流れの変化に対しては神経質に相場の方は見てはいきたいですね。5ドル円はもう今日に関しては一つの決着はもうついてしまったように思います。今からどうこうというのは少し難しいですかね。ですからまあ今は下の方から買っている人が余裕を持って相場の方を見ていくか、もしくは雇用統計を待って潰されたみたいな動きが出てくると、こういった上値の重さを嫌った売り、またはこういった戻りの高値を意識したショートなんかも検討はしていく、そういった環境になってくるんじゃないかとは思いますね。はい、ということで、5ドルがちょっともう突き抜けてしまってますけどね、ただ一方でユーロやポンドに関しては少し上値の重さが見えてきています。高値こそ更新はしたんですけどもね、潰されてしまっています。こういった値動き少し神経質には見ていきたいですね。まだまだチャートが崩れてるわけではないです。目線としてはロング目線、これは変わらず見てはいきますけども、ただまあ雇用統計もありますからね、ドルに大きな買いが入ったとか、そういった環境になってきた際のこの上値の重さ、そういったところを意識はしていきたいですね。ユーロドルもポンドドルも、こういった戻りの高値が近くにあるというのは環境変わらないですからね。今日は週足が閉じる日でもありますからね、週足の環境なんかも意識しながら値動きを追っていきたいと思います。今回は以上になります。今夜はこういう時計ですよね、ですからまあ余裕があればライブの方もやってもいいかなと思うんですけども、ちょっとこれはまたその時になってみないとわからないです。ですけども毎週やっている夜のライブの方は今夜もやらせてもらおうかと思います。夜の12時過ぎですね、お伝え時間になりますけども、お時間あれば遊びに来ていただければ嬉しく思います。今夜のこういう時計は十分注意はしてくださいね。それでは今夜も頑張っていきましょう。